これが、調査拠点のアステラです。ここはまあ今までも何だかお伝えしてきたと思います。ちなみにあの右下の方にこのログインボーナスとい こう知らせが出ていると思うんですけども、これちょっと取ってみましょうか。三角ボタンで取れるんですが、ほらこんがり肉ボーナスアイテムと、あと激運チケットというのが1枚もらいました。この激運チケットというのはですね、クエストを受注するときに使っていただくと、報酬金が2倍になって、あとあの、報酬枠が増えるというですね、すごくこう、お得なチケットなんですが、これがですね、あのログインしてない間、1日ごとに1枚ごと、最大 5枚まで貯めることができますので、例えばあの週末しかプレイできないと場合とかに5枚貯めていただいて、週末に一気にこのチケットを使って取り戻していただくようなプレイの仕方もできるかなと思います。はい、ちょっとしたボーナスがあるということですね。はい、で、はい、僕今ですね、一人の、周回エリアに、入っていきますね。今つながってない、つながっています。オンラインではいるんですが、一人しかいない状態です。このね、なかなかねロビーっていうのもね賑やかでいいんですけどね、そういうのをちょっとお見せしますが、今はちょっと一人、自分のお供であるハラミと自分のキャラクターでカルビしかいない状態です。ちょっと寂しいのでですね、リョウズさんたちがあの同じサークルに入ってますので、そのサークルのロビーの方に移動 したいと思います。このコミュニケーションのところからサークルというところを選んでいただいて、サークルこの切り替えてアクティブにしたりとか解除したりとか複数の中から選んでいただけたりするんですけど、だから焼肉大好きとい こうサークルにアクティブにしますと、そうすると先ほどまでなかったこの、焼肉大好き このアイコンが、サークルのアイコンが、僕の名前の、横につきました。このサークルの、アイコンとかもリーダーの方が自分で決めることができるようになってます。このサークルというのはあの必ずしも入らないといけないものではないので、はい、そういうサークルとかって、まあグループで遊びたい方とかはぜひ活用してもらえればと。お疲れ様です。つながりやすかったりとか、そうですね、仲間内でこう集まりやすいするために使ってもらえればという、はい、ちょっとグループみたいなのも作る感じですね。はいはい、で、その所属サークルの周回エリアを探しますと、焼肉大好きというサークルの、見つかりましたので、ここに移動してみます。はい、はい、これ徳田がつけたんかそうですね自分でつけてて一人ぼっちだアイコンも肉ですねこれね、はい、これアイコンもいろんなあるんですよ。そうですね、こんなんこれじゃないやつも、はい、ゲーム中に使ってるアイコンを自分でカスタマイズして、使うことができます。はい、見えると思います。表示されていきますと、どんどん増えてきた。お、かなめさんいましたね、はい、これ藤岡さんの、はい、僕です。キャラクターと焼酎僕の藤岡さんのお供ですね。良造、はい、さんはいるかな。良造、はい、さんもいるな。いるよ。あ、良さんいました、いました。良造さんと良さんのお供は藤岡ですか。はい、はい、これもういつもこれややこしいですね僕のお供の名前いつもね藤岡にするんですよ。これあのお約束のあれやりましょうか。お、やりますか。こういうねロビーとかでやったら、あの昔から遊んでる方はご存知かも分かりませんが、 お約束を。じゃあちょっと藤岡さんやります。え、俺どうぞ。俺やります。うんいいよ。じゃあ徳田と、はい、やりましょうか。えい、よし頑張れってやってますよ僕も。よっよっ、あ、ごめん俺が邪魔だあれを邪魔だ邪魔だお前これ藤岡さん強いんですよ昔からなんですけど強いんですよね。これ連打勝負ですただの連打勝負なんで、はい、まあまあ素晴らしい、はい、これあのそんなにあの何回に影響するわけではないんですけど、こういうちょっとですねコミュニケーションを取っていただきたいとか、はいはい、あとねサークル以外にもですねフレンド PSN のですねフレンドになっている方はですねフレンドを招待するという機能で、直接、自分のいる場所に呼んでいただくことも可能になってますので、あのベータテストのちょっと、一緒に遊びづらいみたいなお話も出てましたけれども、まあ、製品版の方はいろんな機能がありますので活用していただければと思います。はいはい、でちなみにこの集会所は最大
16人ですね、はいはい、プラスお供がついてきますので、はい、全部のお供ですね、はい、これだけもうさらに倍速にぎやかににぎやかになります。にぎやかな状態になってます。はい、ここで、うん、あのギルドカードちょっといただけたりします、はい、あちなみにこの先ほどのメンバーリストの方からフレンドプロフィール見てフレンドに誘ったりとか、ギルドカードを送り合ったりすることもできますし、直接リョウさんにだけ伝えたい時とかに、リョウさんだけ、チャットを、送るとかいうこともできますので、はい、このメンバーリストの方を活用してみてください。ちょっとこの集会所にある施設を軽くだけ、ね、説明してあげて、はい、先ほど の, そのサークルとかを、案内しているこのサークルイベント案内所、サークル管理所というのがあります。ここで、サークルを作ったりとか、することができます。それといわゆるこのクエストの受付所がいますし、まあ、これいつもの、受付所と同じクエストが、ここにも出てます。あとこの、闘技大会、タイマーアタックのクエストを受けられる、受付所もここにいます。あとこの、物資が補給できる物資補給所の徳田さんについてゾロゾロ動いてる、はい、いっぱいついてきてる子がいたりとか、あとここでも食事ができますので、はいはい、食事はしときましょうか。食事取れます。デリバリー。お、本当だ、ここはまだ違うんですねデモが、はい、デリバリーです。食事は自体は下の拠点の階層の方にありますんで、はい、ね、はい、だんだんこう夜になってきましたね。夜ですね、まあ、この夜にクエストに出ると夜のクエストから始まる感じですよね。はい、はい、じゃあちょっとここでギルドカードを送りますね。今回もギルドカードっていうシステムございます、はいはい、プレイヤーの皆様の、まあ、名刺といったら言いますが、まあ、いろんな自己紹介ができるようなものにもなってますので、はい、これを僕の画面からいくかな、いこうか、いいかな、辻本さんの画面、緑で画面出ます、緑にできるのかな、あ、いけますね、はい、メニューを開いてですね、よいしょ、このね、メンバーリストからとかもいけるんですけど、ここのギルドカードっていうところとかで送るっていうのを送ると、今ここにいる人たちがいるので、徳田は今回カルビっていうハンターネームなので、はい、三角を押すと全員チェックできて送れますけど、今回徳田だけに送ります。四角でチェックで送ります。はい、送ります。はい、送った。で徳田の画面見てください。はい、まあ、オプションで通知が来てます。ギルドカード受け取る、で良造さんから来てますので受け取ります。見てみます。今僕のカードが出てて、でいろいろ、はい、ラジオ聞いてねって書いてますけどね地味にこっそり仕込んどきましたけど、ね、はい、はい、まあ、ギルドカードもまたいろいろねカスタムできるんで、あと集会所特有の機能としては、その時発生しているイベントクエストとかを見られるこのお知らせボードなどもあります。はい、はい、ってところでギルドカード交換したところで、ちょっとクエストの方に、行ってみたいと思います。はい、ですね、はい、どうぞ。これ今回はサークルで入ってきましたけど、マッチングしてきましたけど、フレンドを招待するとかっていうのもありますので、そういうフレンド登録っていうのは、まあ、これはまたサークルとは別の招待の仕方というのも可能になって、マッチングの仕方というかね、人を探すのが可能になってますので、はいはい、うん、この辺ね、ちょっとねベータテストには入ってなかったので、うん、製品版にはこのような形でより、人を見つけやすいような機能というのは入ってはありますので、はい、はい、じゃあどうも、じゃあクエストの方を受けますね。今回ですね、クエストがストーリーが進むクエスト任務、まあ、それをクリアしたものとか自由にやっているものはフリーという形になってまして、この任務のクエストの、まあ、クリアしてないものを進めていくとどんどんストーリーが進んでいく形になります。でこの飛びかかちのクエストの方を僕受けさせてもらいます。ちょっとこれは今回分かりやすくなっているのがキークエストとかっていうことじゃなくて、この任務っていうところをクリアしていっていただくとシナリオがストーリーがどんどん進んでいきます。
はい、せっかくなのでさっきの激運チケットを使ってみました。おみんながみんなでバイバイしてきますね。これわざわざね今日のために16人用意したんですわざわざ、ね、わざわざぶっちゃけ後ろで頑張ってくれてます、頑張ってくれてみんなでわざ団子状態ですね。ねすごいね、はい、すごいな。じゃあ作っとくだ、行くクエスト、はい、はい、クエストいきます。今、準備中ですね。はい、いらっしゃい、はい、じゃあその間に藤岡さん腕相撲でもしときますか何腕相撲やる、待ってます。さっき負けてんな、はい、緑の画面出しといてください。よし、緑の画面を大きくしといてください。強っ藤岡さん強いんですよ。イエーイ勝ち強っあのクエスト始まってますんで、はい、特段の目に戻してくださいお願いします。やったー。一定時間の効果を発揮します。効果が切れても今までと同じようにありますし、また使えるようになりますよ。さっきですね、はい、良造さんと、ギルドカードを交換したので、はい、フラットオフもいますね。ちょっと、今L3、じゃあ R3 ボタンで、ピンを刺したんですけど、これピンを刺すと行きたいところに対してシルベムシがガイドしてくれるようになりますんで、はいはい、今フラットおともにピンを刺しました。フラットおともとは、ね、ですね、はい、行ってみれば分かります。どうでしょう。今ハラミっていうのは徳田のおともですね。はい、あ、来た、いきなり来た、来ました。良造さんのおとも藤岡ですねなんか変な気分徳田、これね、ギルドカード交換した、友達のですね、オトマイルが、フラッとこうフィールドに出てくれることがありまして、それが2匹目のお供として、活躍してくれるようになりますので、はい、まあ、ギルドカードをどんどん交換していただくと、より有利に彼の方も進められると思います、はい、じゃあこれ飛びか勝ちでしたっけ。そうですね、飛びか勝ちです、うん、よしよし。こっちの方に任務のクエストというのはですね、まあ、大体の場合こう、ストーリーに深く関わってくるようなクエストになってますので、ある程度ストーリーを進めないとですね、マルチプレイができません。ですのでちょっと今は一人でやってますけども、途中からちょっと人を呼んでみたいと思います。はい、まずは痕跡を探すところからスタートします。ちょっと待ってましたね、なんか来ました、足跡ありました。で、足跡がこっち、今の進行方向に向かってますので、多分こっち側によりモンスターの痕跡があるんじゃないかと推測して進んでいきます。足の向きとかもね、そうですね、足の向きとか意外と大事だと、はい、たまにこううろうろした時に違う方向の時もありますけど、はいはい、多くの場合ではこの足跡の方向っていうのも意味がある情報になりますね。まあ、ある程度痕跡を集めたので、うん、溜まってる、まあ、誘導されてますね、はい、だいぶ ね、はい、こういうのもあまり見せたことないですね。幼虫君は幼虫を操る金欠、立体的な立ち回りと強化が魅力だ。これで救難信号が出せるようになるんですか。はい、そうです、
条件を満たしたので、同じロビンにいる人はもうですね、何も救難信号を上げなくても入れるようになりましたんで、りょうさん、藤岡さん、ちょっと僕のクエストに入って助けてください。はい、じゃあ助けますね。今から行きます。助けてほしいの？お願いします。藤岡さんどうします？え、違うクエスト行きます。じゃあ。なんでやなんでここで違うの行きますじゃあ行きますよ。はい、よいしょよいしょ。あ、ごめんなさい、これね、これ予算の画面にしてもらえますかね。このね、緑の画面ですね、受付の子ですね、こいつに話をするとですね、ようこそ、このよいしょ、クエストに参加するっていうのがあります。これを押してですね、今は同じ周回エリア内にいるので、その周回エリア内にいるクエストを行ってる人らに対して途中参加していきたいと思いますので、この周回エリア内のクエストに参加を選びます。でそして、任務とかフリーとかあるんですけど、今徳田は、任務の方の飛びかかちやってたと思いますので、これを選択するとほら今出てきますね。で、右下参加人数が今4分の2という風になってて、藤岡さんがもう入るところですね多分ね。はいはい、はい、で、僕もこれ今から入ることができますので、はい、入ります。僕は一足先に行きます。はい、まあ、フリーの場合はね、もう受けてるものがバーッと並ぶんでいつでも参加できますけどね、任務のはちょっとだけルールがあります。はい、はい、でこれがですね、藤岡さんが合流していくと、今まで徳田は一人でやってたんですので、モンスターの体力とかが一人の難易度になってたんですけど、藤岡さんが途中参加してきたので、これマルチの状態にここからなりますので、マルチの難易度に変化します。はい、もう難易度変更の通知来ましたね、こちらで。はいはい、でさらに3人目僕が入りますということになると、はい、今度はですね、よいしょ、僕はもう合流するぞ、はい、当然3人目になっていきますので、はい、アイル、オトマアイルとかも変えちゃいますね。はい、そうですね、変えちゃってるかな、はい、もう変えちゃいましたね、はい、りょうさんが準備されたので、はい、ということになります。はい、ということで一応3人揃ったんですけども、ほいほい、せっかくなのでもう一人やっぱ手伝っていただきたいので、徳田の画面にしてもらえますか。赤で救難信号の方を上げて、別の、周回エリアにいる人からも、手助けをしていただこうと思います。その場合この救難信号の発信というのをしていただくと、同じ周回エリアでない人に、も、検索に引っかかるようになりますので、まあ、世界中のいろんなところから助けに来てくれる形になります。これはじゃあさっき言った16人いた集会所ではないところからも来てくれるというところですね。はい、そうですね。でさらにその違う集会所から来た人は終わったらその集会所に戻るんですね。いや、自分の集会所に戻ります。はい、じゃあちょっとですね、今急な信号だってある人が来てくれるはずですが、はい、別のロビーにいる、画面の方にちょっと押していただけますかね。あ、入ってきてますね。あ、もう入ってきてくれるかな。あ、黄色の画面出そうか。黄色の画面、あ、まあ、お、モテヤマ編集長がクエストを受注して参加待機中です。出ましたね。これはモンハン部のですね、編集長がですね、なんと違うロビーで待機してたと、あ、違う集会所で待機してたということで、そこから入ってきます。はい、行きますかね。入ってくるかな。しかもですね、黄色、僕たちの画面にしておいてもらって、うん、赤にしておいてもらえますか。モンスターが怒っています。お、カナメさん、カナメさん、すいません、これお供の藤岡じゃないですよね。違いますね、本人ですよね。すいません。これ夜になるとこういう風に閃光ハムシが外に出てきますので、はい、まあ、刺激を与えて、あ、来た来た、ね、前を起こさせましたね。あ、来たかな、来たね、はい、来ましたね、本山編集長。これは本山編集長はですね、ボイスチャットで参加してもらってますので、なんか喋ってもらいましょう。はい、本山です。お、来た来た、なんと一人落ちたということで、すいません。
そうです、藤岡が落ちました。このようにですね、あの僕もちょっと危ないですよこれ。今回はですね、僕はこのマイクで通じてやってますけど、ボイスチャットも対応してますので、そういう時はこの今本山さんみたいなですね、実際にゲーム中からも向こうの声が聞こえますので、はい、よろしくお願いします。本山さん何使ってるんですか武器？はい、私はですね、今回片手剣で。お、片手剣、はい、お、乗りました。お、乗ってる。少々お待ちを。どうせならみんなで協力してこの飛びかがちを、はい、やります。討伐まで行きたいですね。ちょっと時間はないんですけど、はい、今回ね、乗ってる時に攻撃しても乗りの助けになりますんで、まあ、これに早く倒すことができますので、どんどん気にせず攻撃しちゃってください。出た、トロフィーとか獲得しちゃいましたよ。大丈夫です、僕の画面です、出てないです。あ、どこにいますか。お、ナイス。スリンガー閃光弾今使いました。今回のですね、閃光玉とかって、まあ、閃光とかですね、巻き投げナイフとかですね、そういうのはですね、スリンガーにセットしていただいて使っていただくことがなります。でセットした後はこの、アイテムのところの欄にですね、セットしておく必要がないです。僕の画面緑じゃない、あ、緑か、緑お願いします。緑の画面に変えてください。はい、今アイテムのところにスリンガー閃光弾というのをやってますけど、これを四角を押すとこのようにスリンガー閃光弾がスリンガーの弾として仕込まれますので、これをスリンガーを打つ要領で打つと打てるんですけど、今言った状態、この状態をこうセットから外したとしても、ここはセットされてますので、例えばこれでも打てますと。はい、こういうのはちょっと今までのモンスターハンターとはちょっとだけ操作が変わってて、より快適に使っていただけるようになっている要素ですので、ちょっと覚えておいてください。はい、あとですね、これもちょっとベータテストとかでもよくご質問あったんですけど、オプションでですね、今まで のカメラっていうのが、ターゲットカメラっていうのがあったんですけど、ここオプションで、ベータテストとかだったらロックオンカメラっていうのがデフォルトになってたので、前と同じようなターゲットカメラ、カメラリセットがモンスターの方を向くっていう風にしたい方は、ここをターゲットカメラにチェックしておいてもらえれば、前と同じような操作になりますので、で R3 を押し込んでいくことによって、左マップの左下にありますけど、各モンスターへのこういうターゲットの切り替えもできますので、はい、でこれ今飛びかがちにターゲット、つけてますので、これで飛びかがちが見つけたらそこに振り向くという形で取れます。今までの従来の、ターゲットカメラですね、こんな形ですね。はい、はい、こういうのちょっと覚えておいてください。はい、じゃあもう普通に、はい、ちょっとは僕の画面にしていただいていいですか。はい、赤でお願いします。あ、毒が弱ってますね。弱った弱った。これモンスターがこういう赤い落とし物をするときがあるんですね。こういう風に先鋭石って書いてますけど、これですね、スリンガーの強力な攻撃に使える弾です。これをセットした状態で、やっぱこれだとですね、貫通する弾になるんですけど、まあ、今一発しかないです、当たらなかった、まあ、結構当たりました。まあ、いろんな攻撃に使える弾をですね、モンスターの種類によっていろんな弾の種類を落としてきます。でベータテストとか見ててもちょっと気づいてない方多かったみたいなんで、ぜひこの辺も活用してくださると狩りの役に立つと思います。これもうクリア目指すか。あ、もういけると思います ね、いっちゃいましょう。もう一個落ちてましたね、これ。よっ、あ、先行外した。あたたった。スリンガー その攻撃の弾っていうのはモンスターをひるませる効果がすごく高いので、ダメージだけじゃなくてですね、モンスターをこう足止めするためにもよく使いやすいですので、いろいろ活用してみてください。あとですね、ちょっと僕の画面とか緑いきますか。緑の画面、緑でかくできますか。できますか。できない。緑かな。ああ。クリアした。クリアしちゃった。はい。
というわけで、まあ、剥ぎ取りもねしっかり、はいはい、こんな毒のところで途中参加もちょっと遅れて入ってきた場合ってまたちょっと違うんですかね、時間が経過して入ってきた時に、ですね、10分以上経つとですね、報酬が、たくさんもらえない、はい、少ししかもらえない状態になってしまうんですけど、その、報酬の多いか少ないかっていうのも分かるようになってますので、受注するときにですね、参加するときに見ていただければと思います。あとその時に V 破壊したものとか剥ぎ取りとかはできますので、それでもこう、ギリギリになっても、まあ、助ける意味自体はあると思います。お、本山さんが手を振ってる。本山さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。これあれだな、手振ってるね本山さんねよし、はい、この感じでですね、よりこの、ね、シングルとかマルチとかっていうところは自由度、途中参加とかが入ってきてるところで増してますので、